はいカナダイが点灯しちゃいました、うんえー、タップダンス柳さん、えー、よろしくお願いしますあーカナダイまさかの冒頭の振りで点灯ツイズルもぐらつきましたなんとか70点台に乗せることができたのでそれは良かったです、えー、そんでも2発進です四年前に続き日本のアイスタンスカップルが表彰台に上がるチャンスですあの点灯があってもねあのなんとか点数は 高いところまで持っていけたのかなという印象があるんですけど、これは村本選手が後方に90度足を上げて、その下を高橋選手がえーくぐる振り付けですが、村本選手の足が上がりきらず、高橋選手がえくぐれなくなってしまったところを無理,やりえと無理にくぐってしまったので、それに押されて転倒してしまった形ですね。 僕もなんかそういう感じがありましたけどでも、えー、詳しく、えー、書いていただいたんでちょっとこれはあのもう一回見ていこうと思うんですけど、えー、それに押されて転倒してしまったという形です。どうも全日本からあ僕もねそれちょっと持ってるんですよ。 え最初はなんかこうチャレンジャーとして向かっていく一つ一つこう何て言うんですかねできていくことへの喜びっていうのがあったかと思うんですけど最近は逆にできて当たり前っていう感じになってきてるんで何かこう何て言うんですかねまあそういったイメージになってます。清い,いからついずるにもミスが出てしまいました。 そうですね、最近、ツイズル良かったんですけどツイズルにもミスが、ね、出てしまったというところで、えー、フリーでも挽回してほしいなと思います、えー、まさかのミス最後の表情も僕はさえなかったかなというふうに思いましたねうんライバルアデーレは頑張ってほしいなと思います、えー、レモンみかんさんマジですかマジなんですよ、うん、まあ、 うん、BFFNSGZ さん、よろしくお願いします。カナダイは優しいですね。えー、これで、ココが北京五輪に選ばれたのが正しかったことが証明されてしまいました。うーん、まあ、どうなんだろう。はい、やっちゃいました。 えそしてタップダンス、な井さん、えー、転倒による減点、シリアスエラーによる PCS の伸び悩み。もうこれねあの、抜けてました、僕の中で。えー、アイスダンスも,しもシリアスエラー、えー、PCS は伸び悩んでしまいます。ツイズルの取りこぼしなどを考慮すると、もしかしたらパーソナルベストを取れていたかもしれませんね。ということは、レベル自体はかなり上がっていたと思うので、えー、あの転倒がなければというところになってきますかね。うん 中盤の振り付けがかなり大胆に変わっていたのでその辺りも好印象だったのかもしれません。とはいえ1位のカップルが飛び抜けているのでおそらく順位は変わらなかったかとこのね中盤の振り付けがかなり大胆に変わっているっていうところ僕はちょっと気づけなかったのでちゃんと見てきてない見てきていないですねうんちゃんと見なきゃダメですねこの辺はしっかり見てどこら辺が変わっているのかっていうのもやっぱチェックしないといけませんねでえっと 1>, と1位のカップルが飛び抜けているということなので、まあ、どっちみち転倒がなくても順位は変わらなかったと思うんですけどやっぱり、ね、自分のベーストな演技をして、えー、フリースケーティングを迎えたかったとっいうのがあるので、まあ、でもあの実力はかなりあるんじゃないかなという印象があるのでやっぱす晴らしいことには変わりないかなと思いますよね。ははいい、えー、オーリーリさんこんばんこばよろししくお願いします えー、見れていないですが、カナダ山、今が踏ん張りどころですかね、僕もねあの、そんな感じがします、おっしゃる通りだと思うんですよ。ここを超えるるとさらに飛躍できるかも オリンピックは置いておいて、どこまで上位に食い込んでいけるかを目標に頑張ってほしいですそうですね、もうチャレンジャーとしての気持ちを持っている方が、なんとなくこう高橋さんたちに、えー、合っている、特に高橋選手はそういう感じだったんで、このカナダはね、チャレンジャーとしてこう、一つ一つ丁寧にね、やってってほしいなって思うんですけど、僕もね、今が踏ん張り時なのかなってね、思いますね。うん ええー、ともたまさんこんばんは。まさかの展開ですね。そうなんですよ。うん、転倒しちゃいました。